どうも皆さん、おはこんばんちは、アリジアです。おついでございます。ティミリヒオリジナルシーン続きやってまいります。イエーイ。待て、何がおかしいぞ。んアミス、なんだなんだ、何がおかしいんだ。何がおかしい。ちょっと、怖い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 。いる？ははは。血がついてることがおかしいのかな。ああ。スケルトンインプ。インプ？スケルトンインプ。エレメント地雷の事件。事件。ほう。最高だ最高だ最高だ。エレメント地雷の実験は完璧な成功だ。試験用に影響を受けないエレメントの色を地雷に塗った。全てが実証に進んでいるようだ、うん、さらに最高なことに僕が魔力を付与した地雷は、うん、色で示されている以外のエレメント以外のエレメントで破壊不可能だ。これ間違えて自分死んじゃったんじゃない自爆した？自分で実験しといて。するよ。とりあえず、はい、この北の教会ね、我々は行かねば。はい、前回あの変な死者の軍団長をそう倒したんだけど、倒しましたけどね。まあって感じ。現在レベル7でございます。大量の戦装備が手に入ったんだけど、はい、まあそこまでって使いそうなものなかった。はい、北側教会、西葛西市、北側行ってみる。ちょっと気をつけて行かないと。ウサギちゃん、ウサギちゃん話せんのかな。おお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 黒狼、やばい。おお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 、全然取れない。おお、あ、うんうんうん、おお、うん、太陽神、はいはい。おお、あれ、入って入って、あ、まあ痛いな。結構痛い。それなりに痛いな。うわー、行動力いっぱいありそう。犬、やばい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 。おお、え、数を、数がやばい、数多くないか。数やばい。いやー、なんこれ。毎回こうスタート同時にこう絶対絶命になる。No surface can harm me。黒。一体倒れたね。ははぁ、えいそう、ナイス。これ浮いてるから、はい、こっちの方だとね、本当にそれ、本当に自分の観点する未来しか見えないよね、それ。ほっ、水浸し、水浸しすれば、でもアイスタッチすれば凍らせられるわけでしょ。ああ、そうか、コクロータイ…いや、まあでもタッチが…あ、いける、コクロータッチ。とりあえず、2体ぐらい行動不能にすれば未来がまだ明るいような気がする。コクロータッチ、フリーズタッチ、よし、よし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 、お、オッケー。オッケーじゃないけど。あ、でもそっち行ってくれればビリビリが。おう、これはいじめかい？あ、私もかい。痛い。痛い。足元に血が出てるじゃないか。命中率は別に回避力が下がるわけじゃないから。ないんだ。ちょっとこれで。はいはい。やっぱ足速いからな。まっすぐ100だ。あ、いけるかもしんねえな。おっ、いいよ。あ、素晴らしい。あっ、砕け散った。所詮オオカミよ。砕け散った。で、ちょっと下がって、ここだったら濡れてないから、こっち。2AP 分下がるんですか？
しょ、1下がれば大丈夫。1回こう食らう。お、2ミス。でも足元に血が出てからさ、うん、そのままだと感電自分もするんじゃない。ここならいけるっしょ。ここまでいけばね。で、え、ほい、おーいえ、おーいえ、お、でも奥が麻痺ってない？それ見ればわかるよ。合わせれば麻痺ってない。麻痺ってないね。麻痺ってないね。うわー、麻痺、こいつしか麻痺ってないのか。まあでも動けば麻痺るからね。気化した。よし、素晴らしいね。セチカはそいつ、セチカ行った。シビリアに、うん、そっちをやってくれ。セチカは素晴らしいね。くたばれ。イニシエのゴクロウと、あの部下のオオカミが同じ経験値っていうのはいいのだろうか。アニージャがフリーズイクターンスがあるじゃないですか。おう、いいね。フリーズイクターンスしたら、フリーズイクターンス。フリーズイクターンスは便利だね。便利。相当な確率で凍ってますよ。でちょっとアニージャを回復させたいな。はい、敵のこう手数が減ってるからそんなにこうきつい感じがしない。あ、こっち来た。そっち行った。うわ、くそ、痛い。いや、まだ大丈夫、耐えられる。もっと俺をかめ。あ、まあ、痛いやつか。はっ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 はい、そうっすね。そっか、装備がもう完全に包丁だけになってんだろ。包丁装備だから別になんか後ろ取る必要がないんだ。なるほどね。オーチューアタック。減る。おお、減る。これ出血しないの大丈夫かな。よし、結構ビリビリ。ほい、あ、やべ。いてててて、この人麻痺ってる。いて水がこっちも来てる。でも麻痺った。どういう、まあ避けた時にビリビリってしちゃったってことかな。これね、これそういうことかな。ええ、はいはいはい、お願いします。麻痺凍結。はい、私もね、あの空飛んでないんで。ああ、そうそう、やばいですね。こっちか、上。あ、やられちゃう。やばい、危ねえ。危ねえ。もう一ターン続くぜ。あ、俺そうだ。危ない。食われるね。食われますな。あ、やばい、全部息いっぱいになっちゃった。ライトウィットで、あ、転倒は1体したね。2体したか。あ、素晴らしい。これで終わりだ。音じゃめ。そうだったんだ。あ、死んじゃうもん。あぶね。耐えられそうですね。で、あ、フリージングタッチとかすればいいんじゃない。フリージングかな。フリージングタッチすごい使い勝手いいもん。おい、凍結。受けたまま凍結した。そこで撃つと全員感電するが。あ、メロン出せないのか。あれが足んないんだね。自分を守る。強化者もらえた。あとは忍者に任せ。あああ、いいね。回避力高いね。痛い。3回でも攻撃される。でも2回、3回攻撃中2回じゃ。
回避力を高めるっていうとさ、うん、もうドカポンであなたが食らいまくってるイメージしかないんだよねそういうなのもありなのかなって思ったんだけどさバリー OK これじゃあ近くまで行ってフリージングタッチしてもらえばいいんじゃないか。もう使えるのフリージングタッチ1ターン1回使える。ああ無理か、クールダウン中で2ターンぐらいじゃないか。こっちに装備を変えてで、ライムショット、ライムショット、強よ、ウィウィ強よ、減るね、74も入んない。これ強いやつだからね。入って入っていい、あとお願いします。よう。お、okay. 転倒した。我が力を受けよ。ほい、おい、来た。1400。素晴らしい。これぐらいだったらなんとかなる。数が多くてもそうねでも狼なんて今まで出てきたことないけど、出てきないよ、全然腹渡。取ってください、腹渡。貴重な食料源、不弱石ってのも知る。不弱石、骨の山、骨の山、次のレベルまで33,320 あれ33,000、あれ一匹倒してもあれ1万ですから、はい、あれ30匹くらいマジか。クエストクリアでなんかないかな、経験値回避値が38しかないよ。よく避けたね、あんだけ。回避力は微調整を上げたらってことなんだと思うんだよね。まあそうでしょうね、回避値も影響するってこと、うん、速力はアクションポイントの数。いやでもこれにはアクションポイントがこう超大事な気がするんだけど、もうキーですから。もはや隠密することはないんだよね、しかもマッチングあ、でもなんかしかも装備が壊れちゃう、修理僕はまだ大丈夫だな。追われてます。ゲージは出てない。剣。だけど40、54。AP が。アタックポイントが3かな。3なんだ。うん。そのボウガン強いね。ボウガン？ボウガンっていうかさっきのそれ。あ、ピータリー剣か。ピータリーで。その左下の青の枠がすごくなんかこう強そうな枠だと。これそれ、これなんかプラスついてますね。超重量クロスボウマイナス 0.3。 コモンなんだ。なんでこんな、なんでそんなプラスがついてんの。あ、なんかこれあれかも。その枠は何なんだ。ポジの枠、あ、違うか。ああ、なんだろうね、謎。ここに曲上がるよってことなのか。もはや自分でもなんでついてるのかよく覚えてない。まあ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 、やってしまったみたいな感じ。こっちの方がすごい強いね、このレベル7の包丁が。ああ、その包丁でどん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 つけるしクリティカルの発生率高いし、土が6の10ついてて、もう70ぐらいのボタンついてるね。あ、すごい強いんだ、めちゃめちゃ強いんだ。すげえ。イタリも強い、あんま変わんないんだね。まあレベル、装備レベルがだいぶ違うでしょ。こっち5だしね。5だけどこんだけの強さがあったんだね。ああ、まあやっぱりユニーク。速力が上がるってことは、うん、速力が上がるってことはどういうことかい。 AP が多めになるってこと。ああ、そっか、アクションポイントが増えるのはいいな、うん、でも
攻撃力がそんなに変わらないんだったらそっちを装備してくるの手かもしれないね、うん、この謎の包丁と探検探検というか長剣やだわー、なんかこんな格好の片方なんかすげえかっこいい剣なんだけど片方肉切り包丁っていうそうなんだ、今までとは全く違うぐらいの攻撃力になってるっていうこのプッシュダガー相当強いのか、いやそんなことない、30の50炎上つくけどだね、これで AP が2とかだったら超強いんだけどな攻撃。そうね、まあ、とりあえずこの組み合わせやってみよう、はい、あんまり後ろ取ることがないから後ろ取りに行くのがちょっとめんどくさいんだよね今。もう最近は後ろ取ることをやめた。もはやなんかこうするの、おワンちゃん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 ワンワンちゃんワンちゃんワンワンちゃん、この奥に行けるとか、あ、行けねえ、え、どうし、どこ行った、え、消えた、今の犬は何か関係あったのかな、あ、あ、え、うん、あ、いや、これ、ネジうっさ、そうでしょ、まだから止めなくてフォローしてて、ぴょん、わかってぴょん、最近はずっとピアスが出てるぴょん、不気味だ、魔法なんて使ってないから暴力振るわないで、それなんとかピアでしょ、よいしょ、まだ見てないんですよ、僕も見てないです、見たいですけどね、なにぴょん、私は魔法のウサギのソープスへと、違う、ソープスって何で、巣穴へと導く白いウサギないぴょん、これあれ、ボーあれですね、ボー物語じゃないです、ホワイトラビットってやつですね、とにかく穴なんてこの辺りはない、あれだ、井戸ぴょん、井戸ね、井戸怪しいけどな、ウサギってぴょんなんだ、うん、ぴょんって感じがするけど、うん、さすがにね、私あの虫には話しかけられないからね、虫の声はわからないの、虫の声はわからない、あ、向こう側か、そんなあのインセクトのこう思考を読み取って怯えているぞとかっていうふうにはわからない、こっち側に転送ポイントインモ、テインモ840、テインモだ、やった、一匹倒すのと同じぐらいもらえる確かに、尻尾、ネズミの尻尾なんて誰が入れたんだ、オリファイア、お、いいね、で、こっから北に行くと多分教会なんでしょうね、だと思うんだよね、ただし強力な敵が待ち構えているかもしれない、クイックセイブ、イエス、レベルはまだ俺ら7です、上がったの、上がったのか、さっきさっきじゃないや、前回のね、前回で、うん、倒してね、7にはなってる、そう、耳に行く、行く、一応行く、売りたいものがあるんだったら行った方がいいかも、あと結構あのこの間の骸骨戦で煙幕やら何やら、ああ、まあちょっと装備を整えていくか、うん、大シール、こまめなね、そう、リターンがね大事ですから、大事です、ほんとに、ペペ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 ペ、それお父ちゃんがずっと口ずさんでんだよね。あいつあんまり本当だけ曲だけは知ってる、曲だけは知ってるっていう。で毎回売却じゃなくて買ってしまうので気をつけてね、あ、また買ってるってなるからね、そのおかげでセレニアさん4000も持ってるけどね、何でですかね持ってる、Greetings. These stores are for our Legion troops. Please be nice. Well, Source Hunter, you come to the right place. You are. I got every style of equipment to fit you from end to foot. If it's a trade you're after. もったいないの。ちょっとよくわからない。40か弱いな。装備は大してないか、もしかして、モダンメイドの盾もはやゴミだった、19でしょ、頑張って、何モダンメイド作ったソンスハンターのサロン、一応なんかこう記念品として持ってる、会場か、あー、会場プラス1のコテはいいけどな、たっけ導火線とかなんか爆発、23、いや、まあ、防御は更新できるけど4あげるのにな、このお金は払えないな、売却、有害である血の乾き、古い
誰もいらない。ノミのキャマ。これいらない。でもうあと古いソースハンターのサロンとかもう臭そうだから売る。両手武器なげえな。範囲4メーター。見た目は平凡だが穀物よりも多くの人間を収穫してきた。やべえな。表現表現。使わないが。これ動物の皮とか売っちゃっていいの？なんかね、装備に使うんだと思うんだよ。ああ、一応取っとこうか、じゃあ。でも別になんか、作るものよりも拾うものが強い気がしてさ。そうだね、ね、結局ね。今の我々の技術ではね。しかもこの人作ってもすぐ売っちゃうからな。作っており、作っており。結局だって使えないって判明した時点でなんかもういいかな、みたいな。まあね。最新のパイプ、マジでこう…ニシンのパイみたいな感じで魚突っ込んでやった。あー、私嫌いなのよね、ニシンのパイ。またおばあちゃんからパイ。おばあちゃん、気前もいいよね。しかも届いたのね、結構毎回なんかこう配達してもらってんだ。そうだね。またって言ってるからね。何も装備しまったかい？何もないね。両手を包丁が売ってるよ。それ多分俺売ったやつだ。あ両手切るばっかりじゃん。や、やーを買っとけば、やー結構すげえ、100! 100は強いんじゃないですか。売却とこであれを見れば。Well, Source Hunter, you come to the right place, you are. I got every style of equipment to fit you from head to foot. If it's a trade you're after, ライゲキオウビシ破滅の超重量クロスボウ。すごいね。20パーの確率で麻痺不要まである。ああ、もう。ご購入でしょう。ちょっと買ってきますわ。高そうだけど。いくらしかもう見てないよ。まあ買えたんだったらいいんじゃないのかな。この値段を見ないで売り買うという。買えるものは買うと。よし。じゃあの。Greetings! These stores are for our Legion troops. Rivalon's finest work up mighty fine appetite. Divine, doubly bless you, friend. つえば。まあ、弱い。ヒタリーさんは壊れないよね。伝説級のユニーク兵器だ。日本製だし。日本製は、はい、壊れないので。会場位置、身体強化。ヒルが1レベル1だと6まで。だって5個。なんだよね。よいしょ。ほほう。才能を何にするかで迷ってたけど、Lieutenant Selenia Adelson。なってた。Exactly what your presence in Sicil is。街のちょっと呪術屋を。呪術屋？呪術屋。呪術屋？呪術屋の呪術屋を。で呪術具を。私もそうしたら弓矢さん強くなってるんじゃない？品揃えが。いや補給してくれ。矢を補給してくれ。矢はあのなんだっけ、ビリビリの黙々が出る矢は強いんじゃない？回転矢。ビリビリの。もう小学生みたいな表現能力だよ。すいませんね。ビリビリの黙々。ビリビリ黙々のやつ。魅力の矢が2つ。ああ素晴らしい。魅力はいいですよ。私は準備 OK よ。 OK よ。そっか。早いな。早いな。我々の戦いはこれからだ。はい。とりあえずまあ教会で何が来るのかがよく分かりませんので、レベル9とか来たら死ぬからね。レベルいくつが来るのか分かんないね。分かんない。9とか来た日にはもう本当に。よいしょ。
さっきのはどこだ、廃墟化した邸宅ってところか。そうですね、新しく飛びます、飛びます。え、そうか、ここだっけ、ここじゃないな、林、林さん、林さんだね。あ、林さんでした、林さんだね。で、クイックセイブ、イエス。じゃあ、矢先に行かせると思った矢先、え、何、矢先よ、矢先。重装コンボ使い、あー、弓いるぞ、どっか、3人弓もいる、弓もいる、3体いる、どっか。弓3体どこにいるの。あー、それだ、殺し屋、殺し屋、殺し屋は…What? いないね。あ、その奥にいるのかな、じゃあ。さらに。どうしようか。まあ、戻ってくれば、その坂のところを、水びたしにするけど。たし？水びたし。そう、私は、足止めしてくれるんだ。うん。しますよ。ちょっとヘイスト、うん、ヘイストはかけてしまって、で、この一番、はい、ボイルとか巻いといたら、ボイルついてもね、足遅くなるから。あ、そう、あ、で、しかもあれか、弓が来るから、そうそう、視界をこう塞ぐ意味でも、塞いといた方が、あ、この辺か、決定的に、ね、敵が動く範囲を嫌がってるのか、よく脇から行ってる。で、脇に来たら、まあその時にまた考えればいいか。そう、自分には分かりときは、指輪が飛んでくるとしたらあなたです。そうね、私は不滅よ、すごい強気発言。あー、やっぱり来た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 、奥の方から来た、来たね、スケットか、そこか、そこか。あー、手前で燃やせば完全に、アイスビームみたいなのあなた装備してますね。あ、そう、アイスシャドウ覚えたの、これ手前で、おーい、何そこ、オッケーなの。あ、お前は入ってくるんだな、入って入って、お願い、ちょっと私装備変えましょうか。先ほどのね、最強の雷撃を帯びし、雷撃、64% か。命中スタンス。うわ、なんすか、取れている。16、上がったね。76。この辺は手前、次のターンで燃やすよ。スカッ。おお、あ、いいダメージだな、でも。スカッ。麻痺失敗。いや、でも3分の1減ってるからな、追いつきちゃうな。バーニング、バーニング、あ、いいね、燃えたこれで見えないはずだ。うん、見えてない、見えないね。まあ、ちょっとこれで一応貯めとこう。そっち、そっち、おお、そんな、うっそ、あ、やばい、リラックされちゃう。あそっちもいけんのかよ。あー、あー、ぶね、あはは、あなたはそこから狙うのね、転倒状態、転倒、あー、いかん、いかん、あー、いかん、いかんけど、まあ近接は、あー、あー、うわ、クリティカル190出してクリティカル、お前今入ってくんのかい、190やばいな、今入ってくんのかよ、お前そっから狙えんのかよ、次何の矢だよ。うわ、スローだった、うわ、えぐー、もうずっと向こうのターンみたいな感じになる、多分、あはーん、あはーん、あ、終わった、さよなら、おお、奇跡の回避が、しかし、おー、止め、止
とどめ刺したの俺かよ。兄ちゃんがとどめ刺したな。いや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 。マジか。ブエー。マジか。パーティーは敗北した。あそこもいけんのかい。兄ちゃんに思いっきりクリティカル出されたもんな。190もダメージですよ。190出たよ。すげえダメージですよ。うん、こんな出んだって思ったもん。ちょっと俺だからってこう割り増しにしない？大丈夫？シャマシ？シャマシ。シャマシールだから。シャマシールから来たからね。やかましいわ。まあ。セーブしてたから何のビルかもしれないんですよ。まあ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 、こっち行って、はい、ちょっとまともな靴がそろそろ欲しい。 OK 行けよ。そうですね。命中スタンス、命中スタンスからのコンボ。ああ、見えないね。ファッ、お、いった。そしてヘイスト。その微妙な坂をよく射角取ったな今。頭にこう打ち込んでるんじゃない？ああ。どの辺まで見えるのか全然わからん。とりあえずこっちにドンして。おお。松明があったから速攻で燃えた。なるほど。まあまあ、こうかこうか。で、え、まだ持ってるよな。持ってるな。こうしておけば、もう見えない。もう見えない。接近戦仕様のやつらしか来れないと。イエス。ほら撃ってみろよ。ほら、もうこれで撃てねえだろう。さすが持ってくるからな彼らは。さすがに撃てないだろう。どうだろう。あ、考えてる考えてる。でもあなたのその水とアイスシャードがあれば、はい、自由に上から攻撃できるんでしょう。奥に行って、そうだね。奥に行って、まあでも私もね、言うてほら、見えないからね。使いですから。ああ、見えるのかな。見えなくても打ち込むことはできるので。ああ、素晴らしい。対連系はですね、ちょっとこう、ヒアがすげえ本数あるな。したいんで、ちょっと待ってね。ヒアは油瓶かなんかないかったっけ。油、あ、油入りフラスコあるね。フラスコ、油入りフラスコ。 Yes。 7 anoint this land。 お、あ、で、それで燃え、あれか、ギリギリ引火しなかったんですね。ああ、そうですね。ええ、おっしゃってください。当たれ。お、燃えた。え、お、いや、下にはついたな。その間はその間は何なんだ。なんだなんだ。まあでも、これで、まあ燃えますな、確実に。うわ、減る。あ、燃えた。うん、そうね、うん、で、よいしょ。これ範囲どれぐらいなんだろうな。
あ、結構な範囲だな。ってことは、よいしょ、奥に、あ、移動しないとダメか。燃えてるのに。いや、奥に行きたいから。次、ここにすればいいんじゃない。あ、手前のやつ？見えないんちゃう。あ、いけるわ。化すればワンチャンある。ワンチャンあるね。あー惜しい。あー惜しい。あでも結構減ってる。結構減った。あいいよ、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 いいよ。あー素晴らしい。バーニー、バーニー、もっとバーニーして熱くなれよ。あーすげー燃えてる。やっぱアンデッドには火だな。あー一人だけ頭いいやつがいるね。ぐるっと回ってこうとしてるね。あもはやだ。いいよ。あーいい、あーいい、あーもうお前らもはやらは。あーなんか良くないよ。それは良くないな。あー頭いいやつ2人か。右のやつ死にそうだな。右のやつはオッズにとどめをさせてもらうとして、はい、何がいいかな。クリーンパックだったよ。完全にクリーンパックダーン。パイナップルやな、これね。おー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 、すごい、なんかパラ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 みたいになってね。出血とかしそうだけどな、あれで骨以外だったら。で、おー、スロー。そうね、弓の一本でこう戦局が変えられてしまうから。はい、やりますやります。あ、出た。 OK、 頼むわ。手前手前手前。 OK、 もう一応 OK。 で、こっちかな。こいつすごいね、3発打ってる。3発打ってますよ。ダメージまで受けてる。あいつ次で多分死ぬだろ。こいつ回ってこれないだろ、その間に。いたんだろ、うん、殺し屋が。殺し屋が、ええ、あ、死んだのか。死んでおります。普通にで、2体だね。向こうの奥の2体だけです、あと。なるほど。レインでいいかな。ワンチャンね、少なければフリージングタッチかませば動けなくなりますからね。ええ、出れていえば。あー、そのまま攻撃したらビリビリになるのか。あ、なりそう。すげえなりそう。なりましたね。はい、お疲れ様です。あのまま突っ込んでいくかな。あ、まあ攻撃スタンスにするなり。あ、でもそこだとあれですな。攻撃スタンス射角をちょっと。あ、それにしてもすげえ行動力だな。そんだけ移動してもまだそんだけ出るんだ。オッケー。まあ、いいね。あっちゃ。フォン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 。アクションポイントが足りない。一。どうだと。そこが足りないよ。何も使えないよ。弓系のクロスボウガン系のこうスキルも覚えておくといいことあるかもな。通常そうね。うちしか今どうしてないから。ああ、ちょっと。あとは打てんじゃないの。打ってっかな。いや、遠いんですよ。ちょっと近づきますわ。2メーターが大事なんですね。 2.6 とか細かい数字が出るのがなんかこう TRPG っぽいんだよね。ね、はい、ターン終了。あー、使ってくる。あー、迂回してますね。いやでもまあ近接だからいくらでも。
脳がないのに、よくもまあ考えるよね、本当に魂で考えてるみたいな。儚く死ぬがいい。いいですね。え、びっくりした。死んだって言ってたよなって。今死体用 29% って。じゃあちょっと私は食べる、はい、ちゃくちゃと、いやらしく、ずっと迂回せず、迂回するしかないっていう。じゃあお前どうすんだよっていうためとこ。あー、オイルいっちゃう、オイルいっちゃう、あー、オイルいっちゃうんだね。オイルの選択ですか。まあそっちの選択ね。まあ正しいんじゃないですかね。ビリビリするよりはね。命中さん、極上の妖怪。あ、ヒッター。どっちにしろまひんのかよ。エッチョリ攻撃ステンス。100%。 いやー素晴らしい。いきなり 100% だからな。アクションポイントもう一個あると、うん、もう2回で3回ぐらい打てんだよね。アクションポイントもう1増やしたいな。バーリン、うわ、えぐえぐ打ってからね、よかったのに。え、感電してるからもう普通に感電させまくればよかった。フルチングタクシーでいくんなんだよ。いやー、凍結した。さらに凍結したそう、打てないって。まあまあまあ、お願いします。ひたすらもらってお願いします。わー、ひどい。動いたらもう死ぬ。しかもまたオイルやられたら最終わりじゃん、これ。さすがに見えないか。足元に打ったら終わりなの？ありなのこれ、見えてなくても。なんだろう、もしかしたら凍って溶けて解凍されて下に水溜りができたのかもしれない。はあ、ファイヤーシード巻物系拾ってください。はい、よいしょ。あ、やだ。いや、私が。はい。このタイマスすら引火するのはちょっとね、びっくりしたね。びっくりした。確かになと思うけど。あとこっちに多分いろいろ落ちてる。ていうか、どんだけこのオイル引火がしやすいんだって話。おお、魅惑はいいですな。いや、お金や。マネー。大事です。ただラストハーブ。忘れないでください。スターダストハーブだ。こっち、あー真っ暗だ。全然見えない。この右上行ってみますか。ですね。ちょっと先どうぞ。お？なんかあるな。あれ教？あ、違うな。教会だったら黄色い。ちょっと私怖いから。Yes。装備変える。いえ。Thank you。OK。You're welcome。Look out! I see a trap nearby。葬儀屋の小屋の扉？レベル2だと。この程度。でもちょっと待ってよ。中にトラップがあるのは分かった。うん。どっかに鍵があるんじゃないかと俺は睨んで。おお。おおお、な、毒があるぞ、そこ。毒が漏れ出しているのか、これは。漏れ出して？ない。にじんでるね。なんであそこ毒にじんでるんですか？うん。普通に開けますか、じゃあ。そうですね。なんかもう魔法、ああ、でも魔法書あるな。解消スキルが足んないんじゃん。そう、私スキル持ってませんでしたっけ。あなたスキル持ってませんよ。あるよ。ある？だから多分装備すればいける。あ、装備あるの。テテレテテン。おお、素晴らしい。テテン。自分で効果音捨てる。テテン。あるね。そこあるね。おう、びっくりした。何今の。
あー例のエレメント地雷か。エレメント地雷だ。説明しよう。金色は土なのかな。あーあぶんなあぶんな怖え。なんだここ。それあれだ、樽をその奥の罠のところに。だが、しかし私にはそんな地形も興味で、脅威で。嘘。私浮いてるはずじゃないの。あなた浮いてるのと間違うやつを出した？もしかして。嘘。いやそんなことないよな。ライトフィートだよな。あち。これで水が引かない。お前葬儀屋なのになんでこんな仕掛けを用意してやんだよお前。これやべえな。なんだこれ。なんだこれ。しかも浮いても関係なくビリビリになるという最強の罠でした。あ、とりあえず水を蒸発させればいいんだよ。ということはオイルで。これ樽大丈夫か。まあいっか。この辺。あ違う、こっちを、こっちを蒸発させればいいんだよ。そうね。でもそれでこれでもうしないんじゃないの？ちょっと試してみたいな。ほら。ああ感電しなくなったね。ああいいですね。素晴らしい。素晴らしいですね。地球に樽。何それ？セーバル爆弾。セイト。大きく回るす？まあ、I was really hoping to find something better。バラない。その上にすげえのがあるね。やっぱどれだけ？This shack appears to be locked。それビリビリしないでくださいね。こっち。こっち。やっぱどれ？危ない。危ないですからね。水路に当てた手紙。セリロに当てた手紙。手紙にこう鍵のありかとか書いてあるんじゃない。はい、これがこれで解除した。ああ、オッケー。アンデッドの戦士召喚のスキルブックだって。ほー。おお、スキルトンを召喚できるんじゃないですかこれ。できますね。レベル7のスキルトンしかも召喚できるよ、初級なのに。強えじゃん。しかも24秒って何これ、他のスケルトンと同じく出血や毒をもたらす攻撃を無効化し一つダメージを 75% に抑える。あーそもそも一つが効かないんだね。サスケは効かないんですよ。だからダガーとかあんまり相性良くないんですよ、ね、あー包丁とかの方がいいんだね。1人に対してまあそりゃそうだな。しゃあない、俺がこう妖術を覚える時が来たようだ。そうですね。雲より扱いです。4セリロンへ、お前に新しい熱を送る。彼女はお前の10倍の力があるが、体裁は大事にするから、安心しろ。道を踏み外すな、セリロン。さもなければ不幸な状況に陥る。ブラッカスレックス。おお、ブラッカスレックス。再び日の目を見る。お前は使えろ。王が誰よりも偉大なあのお方にお使えられるように。署名、導かれし者。署名って。女神の力は血の中に流れ、女神の勝利は血によってなる。いや、いいこと書いてんだが、いいこと悪いこと書いてんだが分かんねえな。セリロンってなんだっけ。セリロンっていたよね。なんかでいたよね。いた。ちょっとこう我々記憶の彼方に。はい、飛んでおりますが、いろんな人が会っておりますので。なんか、人物機関で。セリロン医師。お前は私の神神聖を否定したが、私の力を否定しなかったのが賢明だ。はあ、セリロンってあれじゃないの。あそこのお医者さん。お医者さんか。お悪いやつじゃねえかこれ。いや悪いやつではない。ブラッカスレッカスの復活にちょっとこれ、うん、関わってるの。関わってるっぽいよ。お師匠さんがこう復活させようとしてたとか。正体を暴かねばなりませんね。はい、とりあえず録画でも全然アップデートされてないんだ。
ってことは、まあまだその時ではない。まだその時ではない。あの、チケットくれます？覚えちゃった。食った妖術、うん、メロヤンは骨になってようやく人間になる、ね、いやーいいですね。クモのメロヤンから今度はアンデッド戦士のメロヤンに。アンデッドの戦士ですよ。死なないよ。いやー格上げですね。レベル7のアンデッドって言ったら結構な面倒くささですからね、まあ、これいいと思いますよ。スキルにして妖術、まあ、結局もう一通り覚えるようになってきたらまあいいけど。 OK OK。 じゃあちょっとクイックセーブ。イエス。んで、教会どこだ？この下か。はおお。あ、なんかいるな、あれ。なんかいるぞ。ボムスケルトン。8？ 首なしゾンビ。レベル8か。そして毒だらけ。まあ、1レベル上だったら、まあ、まだ。あ、教会だ。教会でかっ。でっかいね。教会でっか。全容がわからないというか。わからないね。中もどうせいっぱいいるんだろうし。ある、怪しい、ここ。ここ怪しいよ。ずるーっつって始まるかもしれない。かっこ。はーって始まるかもしれない。あ、ネズミが毒で知ってる。あらら、かわいそうに。はい、あ。燃やそうか。これは燃やした方がいいね。燃やそうか。燃やすしかないよ。なんとかならんかの。年もこの家を守ってきた僕の間なんじゃ。守ってないと姫様悲しむの。いやーどう雨降らしてもらって、はい、もう姫あなただからね。はい、オッケー。なんか本当なんかただ毒が滲んでただけの場所だったな。主要ですね。まあでも敵出てきそうなもんだけどな。壊れたの、ね、あ壊れたのか。誰が壊したやつ。いや知らないよ。そんなこと言われても知らないよ。でぐるっと回ってきてるね。あ、ここから下行けるじゃん。で教会方面に行けるんだ。教会。あ、怖い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 。すーごい広い。すーごい怖い。はあ、移動あるよ。移動あるね。移動しかないピョンって言ってた。お？あ、新しいエリアだ。あ、そういうこと。エリア開放。崩れてる。あ、ってことは回っていかないと。おお、どうした。イダが喋ってるよ。何か妖怪、ちっぽけな放浪者が素敵な願いの井戸を怪しんでいるのか。お前のことを教えてくれ。私はウォルター・ウェリントン・マクウィッシュウェル。ウォリトンでくれ。長いな。ウォリトンでくれ。一緒に願いを叶えていたのは兄のウィリアムだ。兄弟だ。彼は愛嬌のある井戸なんだ。しかし急にどこか慌ててせわしいところに行ってしまった。彼はわびしいか、わびしいところに行ってしまった。私は彼が戻ってくると死んってここにいる。どっか行くことができるんだ。ああ我のウィリアム、邪悪な冬の王に奪い取られ、雪が舞う荒れた世界に連れ去られたのだ。頼む、ウィリアムを連れ戻してくれないか。彼に会いたいと何時間も願い続けているのだ。連れ戻してきたら冬の茶今すぐ送ってやれるぞ。おかしい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 。冬の地に転移送、今すぐ送ってやれるぞ。転送されるぞこれ。冬の地に。あーっと、また今度だ。よし、出発するとき私のところに来てくれ。恐ろしいな。できるかもしれない。だが最愛の兄なしでは悲惨な結果になるだろう。私たちは協力して動く。そしてウィリアムの力が常に強い。はい、兄は一人でもやれただろうが、私は兄がいないと。いや、無事だね。元気だな。はあ、はあ、新しいクエストだ。兄弟の願い。兄弟が時空外に逃がれたウォルター・マクウィッシュ・ウェルに会った。時空外。時空外のマクウィッシュ・ウェル。